はいどうもブーチャンネルのブーチャンです。よろしくお願いします。今回はね、ある韓国の女優さんについてのお話したいと思います。皆さんは冬のソナタって見たことありますかね。なんていうか、韓国ドラマが日本で流行るきっかけになった、その先駆け的なドラマなんですが、それに出演されてましたチェジューさんって女優さんが久しぶりにまた日本に来日して今話題になってるんですよ。なんでも嵐の二宮さんが主演のドラマに特別出演するっていうことで、今回その PR も兼ねて多分来日したんだと思うんですが、当時と変わらぬ姿にみんな驚いたわけですよ。相変わらず可愛らしくて、冬ソナの時と変わらないねって。冬ソナブームが一段落ついて、彼女は結婚もされてるし、お子さんも確かいたんですよね。お仕事の方はね、続けてたみたいですが、正直なところ今の韓国の女優としては、まあ年齢的なものもあると思いますが、前ほどの人気はないと思います。そんな彼女がね、日本に来てしばらく日本を満喫していたなんてニュースがヤフーなんかでも流れてました。別にね、それはそれでいいと思うんですけど、彼女当時日本でいいだけ稼いだ後、母国に戻ってからは結構ね、反日だったんですよ。当時彼女は日本の CM にも出てて、1本2億なんて言われてたんです、ギャラがね。でも彼女は母国の韓国では日本が嫌いっていうことで有名だったんですよ。まあ当時は向こうの政権が反日行動に躍起になってましたから、そうしなければいけない面もあったかもしれない。国の方針に逆らうと、たとえ女優だろうとね、その世界から干されるだろうしね。そこは分かるには分かるんだけれども、日本に来日までして愛想振りまいて、日本の CM でいいだけ稼いでおきながら自国に帰ったら、あからさまに手のひら返しっていうのはちょっとね、節操がないですよね。まあこういうことを平気でやるのが韓国の国民性ですから、女優さんの中には反日と仕事は別って感じで、日本はお金を稼ぐところと割り切ってる人たちも多いって言います。昔日本でデビューしてブレイクしたボアさんって言ったじゃないですか。今じゃ韓国で歌の世界では確固たる地位築きましたけど、そのきっかけになったのは日本でのブレイクだったんですよね。それなのに彼女も自国へ帰った途端に反日ですからね。あれだけ日本に世話になっておいて平気で手のひら返しですから。日本でも人気だった俳優のリュウ・シオンさんなんかは自分の PV で日本の国旗燃やしたりしてましたし、アーティストの向こうでは P さんって言われてて、日本ではレインさんとかって言われてましたけど、彼なんかはライブでね、広島県博の T シャツとか着たりしていましたからね。もう正直どちらにも日本に来てほしくないって思いますね。冬ソナの頃とかは私もチェジュさん好きで、表情豊かないい女優さんだなと思って見てました。彼女も反日だと知ってね、がっかりしたんだよね。冬ソナの主役で日本でも人気があったヨン様、ペヨンジュンさんも日本に来て、日本の皆さん愛してますなんて言っておきながら、韓国に帰ったら竹島は韓国の領土って平気で言ってましたからね。日本のファンでも実態してファン辞めた人って結構多いんですよ。それなのに今回また日本のドラマに出るとか来日とか、これもうあからさまにさ、自国であんまり人気がなくなったから金稼ぎに来たってバレバレじゃないですか。本当節操ないよなと思いますね。ファンの方には悪いですけど、反日女優を日本のドラマに起用する、そのテレビ局が一番バカですけどね。自国に唾吐きかけた人をお金払って出演させるんですからね、わけわかんない。今でも K-POP とか韓国ドラマにどっぷりハマってる人、ほとんどは女性だと思うんですけど、一番立ち悪いのがこういった、実は反日で自国に戻れば平気で日本批判するような人たちを盲信的に応援してるバカな日本人ですよ。
お前らが応援して CD 買ったり DVD 買ったりした人たちって実は日本が大嫌いって言ってて、日本批判を国に変えると平気でやってるやつらなのに、自分たちの国を日本人を嫌いな人たちの応援をなんてしてんのってって思いますよね。テレビ局もそうだよ。いまだに韓国ドラマで視聴率維持しようって必死だし、日本を批判するような映画まで作ってる韓国のドラマを流すのっていつまで韓国ドラマにすがっておんぶに抱っこなんだよって。だから日本のテレビ業界はダメになったんだろうって思います。一時期毎日のようにさ、どの局でも韓国ドラマやってたよね、私別に韓国そのものを全否定するわけではないですよ。韓国にも日本が好きな人はいるし、いい人もいるし、いいドラマ、いい作品はあったりします。それは認めます、でもね、わざわざ日本を批判する人たちを、その事実を何も知らずに、知ろうともせずに盲目に応援する人たちって何なんだって。ある意味反日の韓国人よりも立ち悪いと思いません？事実を見ようともしない、現実に向き合わずに応援しててわけわかんない。私だったらあからさまに韓国で日本嫌い、日本人は最低なんて言ってる女優さんとかをわざわざ応援しようとは思わないけどね。日本人ってさ、何でも受け入れる柔軟な姿勢があるのはいいけども、その人が何をしようと構わない、どんなことしても応援する、これはねなんか違うと思う、日本人としてのプライドぐらいは持ちなさいよって思う。自分たちの国を、自国を平然と悪者扱いするような人をどうして応援できるんだろうね。どこか自国のことを他人事って考えてる人があまりにも多いような気がします。もっと日本人にとって、特に若者さん、流行りにすぐ食いつくだけじゃなくって、もっと世界から見た日本の立ち位置とか、隣国がどのような思想を持っているかとか考えるべきだよね。いつまでも日本が平和で争いが起きないなんて平和ボケしてるんだったら大間違いだって。すぐ隣の国は小さい頃から反日教育を受けて育っている、いつ日本に牙を向いてもおかしくない、大統領次第ではすぐに敵国になる可能性があるんだって少しはね知るべき。平和ボケしてたらあっという間に日本は日本の国じゃなくなるよ、日本人の国じゃなくなるよ。もうすでにこういったドラマとか K-POP なんかである意味洗脳されてるようなもんでしょ。日本批判してる人たちを応援してる人がたくさんいるんだから、なんかこれ情けないよね。大和魂モテとまでは言わないけど、ちょっとは考えてほしい。彼らにとっては日本は金の稼ぎ場所、財源としか思われてない。彼らの愛してますっていうのは日本人に向けてではなく、日本のお金を愛してますってことなんだよって分かってほしいよね。なんかこれだけだと私もただ韓国批判するだけの人みたいだけど、要は日本人よく考えて動いてくれってこと、テレビ局にしてもファンにしてもね。これ日本にもいい俳優さんたくさんいるでしょ。わざわざ反日の女優さん使う必要ないし、でどうせ使うんだったら親日の女優さん使うべきだし、日本批判の政治運動をしているようなアーティストをわざわざ応援する必要もないでしょ。もっと純粋に音楽やってる人を応援すればいいんじゃないのって話。だからもうちょっと今の日本人、特に若い人たち、あと韓国ドラマにどっぷりハマってる人たちも、ちょっとは自国の置かれてる立場、向こうの人たちの思想について興味持って調べてみてください。